この項目では、1180年から1377年までのバンによるボスニア統治時代について記述する。バンによって統治されていたボスニアは、ボスニア・ヘルツェゴビナの大部分とダルマチア、セルビア、モンテネグロの一部を支配していた。ボスニアのバンは、名目上は、ハンガリー王国の家臣となされていたが、事実上独立した国家となっていた。 1377年にバンロスチパントブルトコ一世が大幹式で王国の建国を宣言し、ボスニア王国が建国される。当時のボスニアの歴史の大部分は、ローマカトリック教会と東方正教会の両方から異端と非難された、土着のボスニア教会に関する宗教的論争を中心に記録されており、特に、 カトリック教会はハンガリーを通して、ボスニア教会の進徒と敵対し、迫害した。1184年当時のバルカン半島、緑の部分がボスニアにあたる。10世紀から12世紀にかけてボスニアは外国の支配下に置かれ、1180年にハンガリー王国はビザンツ帝国からボスニアに対する総主権を獲得する。1180年に、 ボスニアの番となったクリンは、ボスニア民族の偉人の一人に挙げられ、彼の知性は、ボスニアの黄金期として記憶される。クリンの統治時代に、ボスニアの人間は、セルビア人、クロアチア人と異なるアイデンティティと習俗を身につけ、ボスニア民族の自我が芽生え始める。ラグーザの商人によって、ボスニアの商業活動が進行され、イタリアの職人も、ボスニアで活躍していた。 11世紀のボスニアのカトリック教徒は、ドゥブロブニク大司教の管轄下に置かれていたが、信仰は、特実なものとは言えず、ラテン語などの言語の読み書きができる人間はごくわずかな範囲に限られていた。クリンの時代のボスニアには、ボスニア独自のボスニア教会が創設される。しかし、ボスニア教会は、周辺諸国から追放された、ボゴミル派の疑いをかけられ、1203年に、 教皇庁から派遣された施設によって調査が行われた。クリンは異端ではないことを主張し、教皇の権利への服従を認めるが、その後もボスニアはたびたび異端の疑いをかけられる。クリンの死後、ハンガリー王国はボスニアの支配を試みて数度の介入を行った。ハンガリーはボスニアのキリスト教信仰が異端という名目を掲げて介入し、当初は 聖職者を介した工作活動が行われたが失敗したため、ハンガリーは強行庁に働きかけて、ボスニアへの十字軍の派兵の承認を受ける。1235年から1241年にかけてボスニアは、ハンガリー軍の攻撃にさらされ、ハンガリー軍は、ブルフボスナに達するが、モンゴル帝国がハンガリーに侵入したため、ハンガリー軍は退却する。 軍事行動に失敗したハンガリーは、教皇庁に働きかけて支配の強化を試み、ボスニアうちのカトリック教会は、ドゥブロブニク大司教から、ハンガリーの大司教の管轄下に移される。だが、ハンガリーから派遣された聖職者は、ボスニアから追放されて、スラボニアに移り、ボスニアは、国外のカトリック世界との関係を遮断する。1252年に、ボスニア北部は、 ハンガリーの支配下に置かれ、バンの元には、ボスニア南部の丘陵地だけが残される。ボスニアには、異端とみなされた信者の正当な信仰への復帰のために、ドミニコ会の修道士が派遣されていたが、ハンガリーが統治する下ボスニアに、フランシスコ会の修道士が移住する。1299年に、クロアチアのシュビッチ家が、下ボスニアの支配権を掌握し、シュビッチ家は、 ハンガリー王国の風神として一時的に南北ボスニアの統合に成功するが、1322年に民衆反乱によってシュビッチ家の支配は終わりを迎える。1358年当時のバルカン半島西部、ピンクの部分がボスニアにあたる。1318年にバンに選出されたスチェバン・コトロマニッチは、ハンガリーとの外交関係の回復に努め、 コトロマニッチ統治下のボスニアは基本的にハンガリーの同盟国の立場を保っていた。1321年にセルビアオーステファン・ウロシュ2世、ミルティンが没した後のセルビアの混乱を利用し、1325年、26年にボスニアはハンガリーとセルビアの競争の地となっていたフム地方の獲得に成功する。ボスニアはスプリトからネルトバ川口に至る。 海岸線を支配下に置き、歴史上初めて海への出口を確保することができた。コトロマニッチの地下ではなまり、銀の鉱山の開発が実施され、産出された鉱物はアドリア海沿岸部に輸出された。13世紀半ばからおよそ100年の間ボスニアは、カトリックの聖職者、寺院、神徒が存在しない状況に置かれていたが、1340年代からコトロマニッチは、 異端の避難を交わすために、ボスニアに、フランシスコ海の宣教師を招兵する。1342年に、ボスニアに、フランシスコ海の主教大陸が設置され、1347年頃には、コトロマニッチ自身もカトリックに改修する。ボスニア教会の信徒は、コトロマニッチの改修に反発し、ボスニアとセルビアのステファム・ウロシュ4世、ルシャンの間に戦争が勃発した際に、 彼らはセルビアを支持する。コトロマニッチの時代のボスニアは国家組織が確立されておらず、土地の統治は各地の領主に委ねられていた。1353年にスチェパンコトマニッチのオイスチェパントブルトコが即位した後、ボスニアはおよそ17年の間ナイフンと外国の干渉に苦しむ。1360年代初頭までにトブルトコは ボスニア北部での支配権の回復に成功し、セルビア人諸公のボスニア南西部への介入を阻止する。1370年に、ボスニアの内情は安定を取り戻し、トブルトコは、領土の拡張に取りかかる。1374年にウエドリナ地方と、リム川流域が、ボスニアの領土に編入され、フム地方全体とセルビアの領土に含まれていた、三弱地方の大部分が、 ボスニアの支配下に置かれる。1377年に、トブルトコは、セルビアとボスニアの王として、大冠式を行い、これ以降ボスニアの君主は、万の称号ではなく、王を称するようになる。ありがとうございます。